はい、どうも皆さんこんにちは、はっきりです。今回も GTA3 やっていきましょうということで、今回はねこのドナルド・ラブしか残ってないのでこのミッションいきましょうね。もうストーントントはもうこれしか残ってないと。あ、ドロップ・イン・ディ・オーシャンなんかやってるで、あれかな、カンフーかな。In these days of moral hypocrisy, certain valuable commodities can be hard to import. On its approach to the airport tonight, a light aircraft will pass over. 特別な品物。packages into the water. Make sure you pick them up before anyone else does. 誰よりも先に拾い上げるんだ。まずボートを手に入れ、飛行機を追跡しろ。マジ。ボート、ボート。よし、ここら辺にあったな。そういえばね、あのドナルド・ラブってこうコメント欄で教えてくださったんですけど、あれですね、人肉パーティーのやつやったみたいですね。そういえば思い出したんですよ、リバティシティ・ストーリーズでなんか人の肉食ってるやつおったなとか思ったら、あいつか、ドナルド・ラブやったんか。やっぱりなんかちょっとインパクトの強い、なんか印象の強い名前やなと思ってたんですよね。ほんでやっぱねえ、見てみると人肉パーティーのやつやったかと思って、で今回その特別な品物みたいな輸入したみたいな聞いて、海に落とさないといけないみたいなねぐらいのやつって言ったら、もう嫌な予感しかしないんですよね。うん、嫌な匂いというか、もう人の匂いというかね。よし、手に入れたよ。どこ行くの、ヘリどこ？ん？ヘリが？え？あ、あれかあれか、あれちゃん、あれよな多分。え、あれどうどう？これじゃないんか。え、なんかこれっぽいけど。どういうこと？飛行機が範囲内に入った。え、あれだ、合ってんの？全然何も教えてくれへんけど、どこ行った、あいつ。6個中1個の荷物を落とした。あ、あれかあれか、はい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 、これでいいのね。はい。え、なんかさ、なんか嫌な予感するんやけど、なんかますますどんどん手配度が上がっていってるんやけど、なんか聞こえる。え、ちょっと待って、手配度どこまで上がる？ちょっと嫌だよ僕。え、最後行こう。はい、全ての荷物を集めたドナルド・ラブに届けろ。無茶言うなよ、マジで。こっからどうやって届けんのよマジで。ちょっと待てよ、まずは岸に着かないと。よし、こっからこう、はあ、よし、じゃあまずはここに近づいて、ほう、あー、なんか来た、勘弁してマジで。これで、おお、オッケーオッケーオッケー、危ね、ほんまに怖いからやめてマジで。もうなんなんこの GTA3 の仕様マジで、許されへんねんけど、もう許されへんすぎてもう震えが止まれへん。よし、あー、4回転トーループで、ここまで来たらもう多分いけると思う。こっから自宅に戻って賄賂を取るだけと。ちょフィジカルで押さんといて。あー、もうそれは1回ちょっと死んだ方がいい、それをやるやつは。
待てよ待てよ、マジで待って、ほんまに待って、家だけ帰らせて一回頼むわ。はい痛い、はい痛い、はいはいはい、はい、痛いから、はいはい痛いね、すごいね、はい痛いよ、はいオッケー、痛い、最後の最後に引き逃げしやがってこいつ。よーし、まったくどんなミッションやねんこれ。毎回思うけどなマジで、 GTA3 のミッションね。まあ毎回ね、こんなアホみたいなミッションしかないんで、やりがいしかないんですけど。よし、これでまあ平和にこれをね届けれると。もう絶対なんか紙袋みたいなサイズやったんで、もう差し当たりまあ内臓なんじゃないかと思うんですけど、肝臓とかね、そこら辺の人間の内臓をもらってんちゃうかなと思うんですけど、どうやってもらってんのやろうな、そもそもどういう人のあれなん、人身売買的な感じ、リバティシティ言うてるけど、リバティすぎやろ、自由すぎるやろって話で。あ、なんか知らない間にまた手配2までなった。まあいいや、もうどっちみち僕の勝利だ。はいオッケー、クリア。え、何これ、セドリ、あ、ドロップインディオーシャンをクリア。ほう、いやなんかミッション1個クリアしたっていうか、もう5個ぐらいクリアした気になってまうわ、なんかこんなハードな。よし行こうか、グランドセフトエアロ、この間はありがとう、だが実はあの荷物はおとり。何これ、もうこいつ嫌や、目的の物はずっと飛行機の中にある、だが面倒なことにそいつは、ん、字幕が早い、担当官は買収したと。え、ショアサイドベールに渡る、来たわこれ、私の飛行機は格納庫にあると。え、これは来たか、もしかして記念すべきショアサイドベール来た。お、マーカーがショアサイドベールの方に行っている、これはまさかそういうことなのか、お、教えてくれよ、来た、これ来ましたよ、ショアサイドベールの時代が来ましたよ、ようやくですね。いやなかなかやったな、前回のね公衆電話ミッションがマジでやばかったから、ふざけてた、あれはサイドミッションで設定していないとじゃないだあれ。おお、開通してる、いいね、おお、テンション上がる、マジでようやくとですね。お、今は橋が上がってないか、お、よかったよかった、あ、チン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 言うてる、危ない危ない、オッケーオッケーオッケー、渡りきれた、よかった、よし、で飛行機があると、格納庫、なんかね字幕早いんですよ GTA3 特に。あ、はいはいはい、ここね、よく堂々取りに行ってましたからね。え、もしかして飛行機って堂々のことかな、で堂々操縦せなあかんとかある、もしかして、もしそうやとしたら堂々初見者マジでやばいな。え、なんかおるけど、なんか怖いのがおる、やっぱり変なんやった、もう、なんかこの車壊したらあかんみたいなんで、カルテル、ちょっとふざけないでもらえます、ちょっと隠れやがったあいつら、マジか、隠れんの一番だるいな。はい、ちょっと待てよ、よく見えへんからスナイパーで、はいオッケー、荷物は飛行機の中だ、え、これ操縦せなあかん、もしかして、
荷物がなくなっている。何？コロンビア人ってあれカルテルやろ。パンランティック建設、ストントン島に建設現場がある。そこに荷物があるかもしれない。マジ？あ、ドードで帰るか、めんどくさいから。そうしよう。どんだけも右往左往せなあかんねん、マジで。文字通り右往左往やな。よし、なんとかここまで来た、最速でね。じゃああそこをね向かいましょうか、建設現場ね。嫌な予感するな、ここで死ぬの嫌やな。チェックポイントだってサンアンドレアスみたいにないですからね。本当にサンアンドレアスは結構途中でチェックポイントセーブみたいな入るんですけどね。だから途中でもし死んでもだいぶこう楽なんですけど、3とかバイスシティは本当にだいぶ最後の方で失敗しても一番最初からやり直しなんで、怖ー。向かいたくない、向かいたくないよ。え、これはこっからこう行くのか、違う。うえー、こっから、うわ、はあはあはあ、マジでこん中を突き進まなあかんってことかな。ちょっと手榴弾で牽制して、あお、手榴弾で牽制して、聞いてない。うわー、おる、マジか。この角度どう、いいんちゃう、今の良かったんちゃう。オッケーオッケー、一人死んだからのこの角度でいい感じちゃう。オッケー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 、どこからどこから、もう、はっ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 、よし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 、もうほんまにここで死ぬのは嫌。え、マジか、まだおる。はい、聞いてない。よし、スナイパーで行くか。はい、からの、あお、よしよしよし、危ない危ない、おーし、怖いよマジで。まだまだおりそうやな、なんか声聞こえるもん。しかも相手 AK かよ。えよー、いやー怖い、やばいよ。腕で狙おう。 OKOK、 いける、もう。え、ここエレベーターを使い、まだ続くの、マジでちょっと難しすぎん、これほんまに難しいんやけど、マジでネタなしで笑い事じゃないんやけど、これもうほんまに難しい。やばいやばいやばい。お、カタリーナよ。よくも裏切りやがったな。息の根を止めてやったと思ったのに。やば。あ！
語りな、落ちるとこまで落ちたな。お、アスカよ。何持ってんのそれ。私の兄を殺したのよ。そうか、カルテルが殺したと思ってんのか。ケンジは、ケンジをこのお友達をじっくり料理しようと。あんたは後で来て、仕事があるわ。バレてなかった、アスカに。ギャーカルテルの親分。あ、よかった。でもこれでミッション終わりや。やろ。え、荷物をドナルド・ラブに届けろ。え、ヤクザおる、ヤクザおる。いらんことせんとこ、マジで。カルテルの車に乗ろう。ここで、あ、これ、いや、ヤクザスティンガー奪ったら多分撃たれて死んじゃう可能性があるから。うわー怖いよー。あとは荷物を届けるだけ。あと少しだ。ゴールはあと少し。ゴールは目の前だ。やっぱストーントンと最後のミッションでしょうね、これが。やっぱ最後のミッションだけあって鬼のように難しいですね。手榴弾なかったら多分死んでたな。なんか最後らへんの後ろからやってきたショットガン兄貴は、あれは何なん、あれはわざわざ前に出てくれて撃ってくれたん。めっちゃ優しいけど、優しいけど急に出てくるのやめて。よし、さあどうだ。あー、よかった、5万、でかい。あ、よかった、マジで。やっとやわ、マジで。ええ、まだストントントン、まだな。ショアサイドベール一個もミッションないやん。そうなんや。なるほどなるほど、オッケーオッケー。じゃあ、今回はねこの辺で終わりたいと思います。ショアサイドベールにもね渡れるようになったということでね。はい、それでは、皆さん次の動画でお会いしましょう。またねー。